3月18日はグレゴリオ歴で年始から77日目にあたり、年末まであと288日ある、ポーランドソビエトリが平和条約。画像はベラルーシの分割を批判する風刺が、先代の首相官邸が竣工。伊藤緑、日本人として初めて世界選手権で優勝。東京スカイツリーの高さが634メートルに到達。 キャビネット画を多く残した画家、アダム・エルスハイマー誕生。画像は、バウキスト・ピレモンの家のユーピテルとメルクリウス第22.24代、アメリカ合衆国大統領、グロバー、クリーブランド南海で知られる、象徴派詩人、ステファン・マラルメ。画像は、エド・アール・マネによる、肖像作曲家、ニコライ・リムスキー・コルサコ・フルドルフ・ディーゼル。ディーゼルエンジンの発明者ムード・カイオーカシュ・フランク・ナガイ。 南アフリカ共和国第8代大統領フレデリック・ウィレム・デクラーク。アパルトヘイト体制を解体した。画像は、ネルソン・マンデラと握手するデクラーク・エドワード・ジュン・キョウを視察される、ギリシャオ・ゲオールギオス一世、暗殺される。ありがとうございます。